昔昔、あるところに二人の兄弟がおりました。弟の名を竹次郎、兄は仮に湯上くんとしておきます。兄の湯上です。弟の竹次郎です。二人は広い田畑を持つ裕福な農民の息子として何不自由なく育ちましたが、早くして父親を亡くし、二人には遺産が残されました。親父の遺産か。よし、俺はこれを元手にして江戸で商いを始める。俺はこれを元手にして地元でのんびり暮らします。友達もいっぱいいるし。そして数年後兄は商売を成功させてお金持ちに。しかし竹次郎は友達にそそのかされて悪い遊びを覚え、一文無しになったのでした。なんで俺がこんなことに。行き場を失った竹次郎は湯上くんを頼ろうと江戸に向かいます。ああ、とんでもないことになっちまったな。ですがあまり期待はできません。湯上くんがお金持ちになったと聞き、彼の店を訪ねた地元の人たちは、やつはドケチで血も涙もない最低最悪のクソ野郎だって口を揃えて言ってたもんな。たとえ弟の俺にだって力を貸してくれるかどうか。田舎にいた頃だって口が悪いゆえに面倒くさい性格だったしな。そんな不安を胸に兄と対面した竹次郎。しかし彼の口から出たのは予想外のこんな言葉でした。なるほど、話は分かった。だったらお前商いをやってみたらどうだ。元手なら貸してやるぞ。え、本当ですか。いいんですか、そこまでしてもらって。構わない、お前にはそれだけの価値がある。ほら、これを持っていけ。ありがとうございます。この恩は一生忘れません。兄からお金が入った財布を受け取った竹次郎、お店を出ると江戸の町をぶらぶらと歩きます。いやー、びっくりしたな。あの兄貴がまさかここまでしてくれるなんて。持つべきものは金持ちの、あ、じゃなかった、弟思いの兄だな。しかし安心して気の緩んだ竹次郎、ここでついつい悪い習慣が出てしまいます。この金少しぐらいなら遊びに使っちゃっても大丈夫だよな。よし、商売を始める前に江戸の酒でも一杯引っ掛けるか。どれどれ、兄貴はいくらぐらい包んでくれたのかな。もらった財布を開ける竹次郎、そこで衝撃の展開が。なんだこれ、たったの3文？これっぽっちしか入ってないのか。マジかよ。おい、兄から渡された財布にはたったの3文しか入っていなかったのです。ちなみに3文の価値はせいぜい子供のおやつ代程度、とても商売を起こせるような金額ではありません。あのクソ兄貴、バカにしやがって。やっぱり村のみんなの言った通りだ、あいつはドケチで血も涙もない最低最悪のクソ野郎だ。竹次郎はひどく腹を立てました。ひどい仕打ちをした湯上くんだけではなく、そんな相手に頼ろうとした自分に対しても。バッカ野郎。ひとしきり腹を立てた後、竹次郎はこんなことを決意します。兄貴め、だったら見てろ、本当にこの三門で商売を始めてやる。あのドケチ野郎を見返してやるからな。よし、俺はやるぞ。と言ってもな、三門で商売を始めるにはどうしたらいいか。
ん？そうだ、あれで刺しを作れば。おーい、その藁、売ってくれ。豆知識コーナー。江戸時代の小銭は中央に穴が開いた穴あき銭だった。たくさんの小銭が必要な場合はこの穴に刺しと呼ばれる紐を通しつなげて持ち歩くことが多かった。以上、豆知識な。竹次郎は三文で藁を買えるだけ買い、刺しを作って売ります。すると六文になりました。その六文でまた藁を買い、刺しをもっとたくさん作って売ります。そんなことを繰り返しているうちに、竹次郎の手元には24文のお金ができました。よし、次はその秋田藁売ってくれないか。今度はいらなくなった俵をほぐし、藁地を作って売るのです。それでお金が貯まると、今度は天秤棒で商品を担いで町を売り歩く商いを始めます。そうやって竹次郎は一心不乱に働きました。そんな彼は次第に町でも人望を集めるようになります。え、俺に嫁さんを？マジっすか？今まで彼女もいなかったのに。そう、竹次郎は彼の働きぶりを認めた知人の紹介でお嫁さんをもらうことになったのです。やがて二人の間には可愛い娘が生まれ、竹次郎は家族のためこれまで以上に仕事に精を出すようになりました。そして10年後。はい、いらっしゃいませ。おーい、誰かお客様をご案内してくれ。竹次郎はたくさんの奉公人を抱え、蔵を3つも持つ立派なお店の主になったのです。そしてある冬の寒い夜。竹次郎か、よく来たな。兄貴、お久しぶりです。今日は10年ぶりに借りていた金を返しに来ました。あの時の三文か。それじゃこっちにもらおうか。はい、こちらです。利子も合わせて5文。おお、そうかそうか、あの時の三文が10年経って5文になって戻ってきたというわけか。2文の利益だ。ありがたいな。あの時はありがとうございました。それじゃ俺はこれで。金を返した今、竹次郎はもう二度と湯上くんには会わないつもりでした。兄弟とはいえ、二人はあまりにも価値観が違いすぎる。竹次郎はそう思っていたのです。しかし。そう慌てるな、竹次郎。一つ聞きたいことがあるんだ。はい、何ですか？10年前、お前はほとほと困り果てて俺のところにやってきた。なのに三文なんてはした金を渡されて腹が立っただろう。それは隠さなくてもいい。誰だって怒るはずだ。だがな、竹次郎、あの時お前にまとまった金を渡しても、こうやって5文になって帰ってくるどころか1文だって帰ってこなかっただろうな。え？10年前のお前は悪い遊びにどっぷり使って金の大切さなんかこれっぽっちも分かっちゃいなかった。そうだろ？それは商売を始める前に江戸の酒でも一杯引っ掛けるか。返す言葉もありません。俺はお前が三文を少しでも増やして返しに来たら、その時は本当に商いの元を貸してやろうと思っていたんだ。しかしその必要もなかったな。竹次郎、よく頑張った。兄貴。湯上くんは語りました。
三文を貸したあの日から竹次郎が訪ねてくるのをずっと待っていたこと、そして竹次郎がどこかで野垂れ死にしているのではないかと心配になり、人を使って様子を探らせたこと、その後も竹次郎が商いを大きくしていく様子を陰ながら見守っていたことを。あ、兄貴、まさか兄貴がそこまでしてくれていたなんて。俺、兄貴の気持ちも知らずに怒ったり恨んだり、本当にすみませんでした。いいんだ、これで誤解も解けただろう。さあ、今夜は酒を酌み交わそう。はい。わだかまりが解けた二人の兄弟は仲良く酒を飲み始めました。幼い頃の思い出やこの10年の苦労話を語り合う二人。江戸の夜はどんどん更けていきます。おっとっとっと、ついつい飲みすぎました。兄貴、俺はそろそろ帰らないと。なんだ、もう帰るのか。まだいいじゃないか、今夜はうちに泊まっていけ。いえ、店のことが心配ですから。実はうちの土蔵の壁にネズミがかじった穴が開いてるんですよ。もし火事があってそこから火が入りでもしたらシャレになんないとか考えちゃって。なんだなんだ、心配性だなお前は。大丈夫だ、もし蔵が焼けるようなことがあったらそれは無理に酒を進めた俺の責任だ。だからそうなったらお前にこの店を譲る。だからほら、安心して飲め飲め。竹次郎は兄貴がそこまで言うならと再び酒を飲み始めます。飲み始めると先ほどまでの心配はどこへやら。すっかり酔っ払った竹次郎と湯上くんはそのまま眠り込んでしまいました。しかしその日の深夜、